皆さんこんにちは。料理家再現レシピ研究家ドンキマニアシャトレゼマニアの稲垣飛鳥です。今日はですね、先日 TBS のマニアさんという番組で共演させていただいた女優の渋谷飛鳥さんと一緒にダイソーにお買い物に行ってきました。でその飛鳥ちゃんのおすすめの商品をいくつか教えてもらって購入してきたので、その商品のご紹介をしたいと思います。飛鳥ちゃんは私よりが年齢が一回りかな下で、まあ、ご結婚されててお子さんはいないので、ちょっとこう選ぶものもちょっと私と違う観点だったり、でもすっごく詳しくって365日100円ショップを自転車で駆け回る女優さんなんですね。100均ノートという自分の今まで購入した商品を記録しているノートなんかも使ってて、もう完璧にコスパなんかも頭に入ってるすごい人なのです。そんな飛鳥ちゃんとのダイソー、一体どんなものを買ったか、ぜひ最後までご覧ください。はい、まず紹介するのはこちら、水に流せる柔らかいポケットティッシュ16個入りです。ポケットティッシュもね、100円ショップで買う時代になりましたが、私この商品を飛鳥ちゃんに紹介してもらった時に、あ、そうなんや、水に流せるティッシュ、ふーんって実は思ったんですね。あまり食いつかなかったんですよ。でも飛鳥ちゃんに言われたのが、飛鳥さん、ティッシュを洗濯してしまう時ってないですか？ありますよね。うちにもあります。毎朝私が洗濯を干そうと思った時に、あれ、誰かポケットにティッシュ入れたまま洗濯したよねっていうティッシュ事件、皆さんありますよね。もうあれ本当パン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 しても、下やればやるほど出るんですよね、クズが。それがなくなるのがこのティッシュなんです。なんか水に溶けるティッシュって今まで結構昔から聞いたことあるんですけど、そういうティッシュ事件がなくなるのに有効な商品だということを今回初めて知りました。我が家はもうティッシュ事件を起こすのはもう息子だけなんですけど、このティッシュはもう息子に持たせようと思いました。あとこのティッシュね、うちの息子は年中鼻炎で柔らかめのティッシュを持たせてるので、柔らかいっていうところもすごく嬉しいところです。水に流せる柔らかいポケットティッシュ16個入りでした。はい、続いてはこちら、ほこりがたまりにくい両面使える洗濯ネットです。これはもう本当画期的な商品だと思います。ダブルファスナーになってるので、洗濯をした後ネットが裏返ってひっくり返すっていうことをしなくていいんですよね。もう両面なんでね。これはテレビで飛鳥ちゃんが紹介してるので、私すぐに買いに走りに行ったんですけど、今回、買ったのが円柱型で、私は四角い、ものも購入しましたが、これはちょっとこれから使うのがとても楽しみです。ドラム式 OK、 全自動 OK、 二層式 OK と全ての洗濯機で使えます。まあ、テレビでも紹介してたように、ネットが裏返ったままもう使っちゃえって言って、こうやりにくいチャックをギリギリまで頑張って引っ張って、結局中身が出てしまうっていうことが防止されるネット、ほこりがたまりにくい両面使える洗濯ネットでした。続いてはこちら、ベーキングシート18メートル、こちらは200円商品になります。大型のねダイソーに行ったら100円商品、200円商品、300円商品とこういろいろあるんですけど、これね100円商品もあるんです。100円の場合6メートルなんですよ。でもこれ200円商品で18メートルということで3倍ですよね。なのでお料理をされる方には断然こちらをおすすめします。でこの商品なんですけど、飛鳥ちゃんがいろんな100均のオーブンシートのコスパを調べてて、それをノートに記録してるんですね。でもオーブンシートに関してはダイソーのこれが一番コスパがいいということで買いました。うちもねすごいお料理でオーブンシートを使うので、これはこれから活躍するんじゃないかなと思います。ちなみにこのシートは両面使えるもので、オーブン以外にも電子レンジ、蒸し料理などに使えます。220円のベーキングシートでした。続いてはこちら、まな板シート詰め替え用3メートル、220円です。これね箱に入った詰め替え用じゃない本体もあるんですけど、飛鳥ちゃんの情報曰く本体のカッターの切れ味が
かなりイマイチだそうで、私は中身だけを購入しました。結構その箱に入ってると、まあ、邪魔になるっていうのもありますし、まあ、そんなに毎日使うものじゃなかったりするので、まあ、自分でハサミで使いたい分だけ使うのでいいのかなと思います。こちらもアスカちゃんがコスパがいいものとして紹介していたので、最近ねいろんなホームセンターでも売ってて、ドンキホーテとかカインズとかでも売ってるんですけど、こちらがコスパがいいみたいです。こういうまな板シート、ここ数年ですっごい流行ってますよね。一つのまな板でお肉とか野菜とかいろんなものを切るので、これ1枚あると嬉しいです。そしてこのコスパなのが嬉しいです。まな板シート3m220円でした。続いてはこちら、手首にフィットするポリエチレン手袋40枚入りです。これアスカちゃんの超おすすめ商品で、結構その手袋をしてお料理をするっていうことが最近増えたと思うんですけど、ハンバーグとかをね作るときにね、あのブカブカじゃないですか。であるあるなのが輪ゴムでこう留めるっていうのを私も普段やってるんですけど、この商品は手首の部分を引っ張るとピタッとくっつくそうで、めちゃめちゃ画期的ですよね。特に私はあの撮影とかでも手袋をすることが多いので、これは使うのがとても楽しみです。アスカちゃん曰く、これは言うほどコスパが良くないんですよって言ってたけど、40枚入りですよ。で手袋ってね、私、まあ、片方つけるだけでもいい場面とかあるじゃないですか。なのでね、そう考えるとコスパね、40枚も入ってて110円ですからね、全然いいと思います。でアスカちゃんはお料理だけじゃなくてトイレ掃除とかするときにもパパッと使えて便利だと言ってたので、使ってみたいと思います。手首にフィットするポリエチレン手袋40枚入りでした。続いてはこちら、先端を浮かせておけるシリコン調理スプーンです。こんな感じにここにね突起がついてるので、台所で置いたところに下にスプーンがつかなくって汚れないというスプーンですね。これ実はあの無印さんにそっくりな商品があるんですよ。私もね買いたいなと思ってたんです。まずはこのダイソーさんで使ってみたいなと思いました。ちなみにアスカちゃんは無印の商品を使ってるそうで、もう使い心地最高らしいです。でいいところはすっごいやっぱりしなるので、こう最後までフライパンをきれいにこう取るのがすっごいいいって言ってました。でもアスカちゃんポイントで、なんとダイソーさんの方がこの耐熱の温度が高いんだそうです。でこれもちろん食洗機 OK で、ちょっとそこがアスカちゃんも気になってる商品だと言ってたので、これは私の方で使ってアスカちゃんの方にレポ返ししたいと思います。というわけで、先端を浮かせておけるシリコン調理スプーンでした。はい、続いてはこちら、ジェルネイルシールです。私ね、あの仕事柄もネイルは全然しないんですよ。っていうか家にマニキュアが一本もありませんでした。で、あのこれアスカちゃんおすすめで、これをカバンに一つ入れておくと、あーネイルするの忘れたっていう時にも貼ってこうヤスリで削るだけで可愛いネイルができるので、ちょっと私も買ってみました。まあ、使い捨てというか、その何日も持つものではないのかなとは思うんですけど、まあ、カバンに入れておくととても便利な商品だと思います。柄もね、いろんなものがありました。というわけで、ジェルネイルシールでした。というわけで皆さん、いかがでしたか？もう私はね、やっぱり一人で行くよりも断然あのアスカちゃんと一緒に行って知らないことを教えてもらうというのがすごく楽しかったんですけど、まだまだ足りなかったので、またこれ、シリーズ化してアスカちゃんと定期的に、ダイソーをはじめ他の、ね、100円ショップとかも一緒に行っておすすめ商品を教えてもらいたいなと思います。アスカちゃんは、インスタグラムでその100均情報とかをアップしているので、ぜひアスカちゃんのインスタもフォローしてください。今日の動画が良かったよっていう方はグッドボタンを、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。 YouTube 以外にインスタグラム、ブログなどやってるので、そちらの方のフォローもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。